フローレンス・ナイチンゲールは、イギリスの看護婦、社会起業家、統計学者、看護教育学者、近代看護教育の母、光掲げる貴婦人、クリミアの天使と称されており、病院建築でも非凡な才能を発揮した。クリミア戦争での敵、味方の分け隔てない、負傷兵たちへの献身や統計に基づく、医療衛生改革で著名。国際看護師の日は、 彼女の誕生日である。ロンドンの聖トーマス病院に付属して、ナイチンゲール看護学校を設立。これは、世界初の宗教系でない看護学校であり、現在は、キングスカレッジロンドンの一部となっている。ギリシア哲学についても造形が深く、オックスフォード大学のプラトン学者、ベンジャミン・ジョーエットとも親しく交流した。1820年5月12日。 裕福なジェントリの家庭である両親の2年間の新婚旅行中にトスカーナ大公国の首都フィレンツェで生まれ、フローレンスと名付けられる。幼少期は、税の限りを尽くした教育、ラテン語などの外国語、ギリシア哲学、数学、天文学、経済学、歴史、美術、音楽、絵画、英語、地理、心理学、詩や小説などの文学が施される。 しかし、事前訪問の際に接した貧しい農民の悲惨な生活を目の当たりにするうちに、徐々に人々に奉仕する仕事に就きたいと考えるようになる。1847年、ブレスブリッジ夫妻という有名な旅行家の友人に連れ添われて、ローマに旅行に出かける。そして、ローマの保養所の所長をしていたシドニー・ハーバートと友人を介して知り合った。帰国後、 ハーバート夫人である、通称リズこと、エリザベス・ハーバートとも親しい交際が始まる。ナイチン・ゲールは精神を病んだ姉の看護をするという、後日で1851年、ドイツの病院付け学園施設、カイゼルスベルト学園に滞在する。ここでは、看護婦に対しても教育が行われていた。その後、看護婦を志し、リズ・ハーバートに紹介された。 ロンドンの病院へ就職する。ただし無給であった。生活費は年間500ポンドかかったが、数少ない理解者の父が出していた。就職に反対する母、姉とは倹悪となる。後に、婦人病院長となったナイチンゲールは、イギリス各地の病院の状況を調べ、専門的教育を施した看護婦の必要性を訴える。当時、看護婦は、 病院で病人の世話をする単なる召使いとして見られ、専門知識の必要がない職業と考えられていた時代であった。1854年頃の写真ナイチンゲールが考案した鳥のトサか」と呼ばれる円グラフ。クリミア戦争での負傷兵たちの死亡原因を予防可能な疾病、負傷、その他に分けて視覚化している。しかし、1854年に、 クリミア戦争が勃発すると天気が訪れた。ロンドンタイムスの特派員、ウィリアム・ハワード・ラッセルにより、クリミア戦争の前線における負傷兵の扱いが広報部隊でいかに悲惨な状況となっているかが伝えられるようになると、一気に世論は沸騰する。ナイチン・ゲールも自ら護婦として従軍する決意を固める。事態を重く見たシドニー・ハーバート戦時大臣は、 ナイチンゲールに戦地への従軍を依頼する。10月21日、ナイチンゲールはシスター24名、職業看護婦14名の計38名の女性を率いて広報基地と病院のあるスクタリに向かい、11月に到着した。しかし、弊社病院は極めて不衛生であり、官僚的な縦割り行政の弊害から必要な物資が供給されていなかった。 さらに、現地のホールに長官らは、縦割り行政を縦に看護普段の従軍を拒否した。ナイチンゲールらは、病院の便所掃除が、どの部署の管轄にもなっていないことに目をつけ、まず便所掃除を始めることによって、病院内へ割り込んでいった。しかし、味方がいないわけではなかった。ビクトリア城は、ハーバート戦時大臣に対し、ナイチンゲールからの報告を直接自身に、 届けるようじた。ハーバートはすぐに、これを戦地に送り、病院内に張り出させた。ナイチンゲールと看護婦団、そして、傷病兵らは、元気づけられ、対抗勢力には、無言の圧力となった。看護師として、戦勝兵を見舞うナイチンゲールこうした経緯を経て、彼女は、スクタリ病院の看護婦の総責任者として活躍した。後に判明することであるが、 着任後に死亡率は上昇したものの衛生委員会の査察で衛生状態の改善により好転した。当時、その働きぶりからクリミアの天使とも呼ばれた。看護婦を白衣の天使と呼ぶのはナイチンゲールに由来する。夜回りを欠かさなかったことからランプの貴婦人とも呼ばれた。ナイチンゲール自身はそういったイメージで見られることを喜んでいなかったようである。 本人の言葉としては、天使とは、美しい花をまき散らすものでなく、苦悩する者の,のために戦うものであるが知られる。ナイチンゲールの従軍後の1855年、戦時省と陸軍省が合併すると若干事態は、好転した。新陸軍省は、衛生委員会を組織し、現地へ調査団を派遣した。そして、ナイチンゲールの報告通り、病院内を衛生的に保つことを命令した。 この命令の実施により2月に約42%まで跳ね上がっていた死亡率は4月に14.5%、5月に5%になったことが後に判明した。弊社病院での死者は大多数が傷ではなく病院内の不衛生によるものだったと後に推測された。このままナイチンゲールは陸軍内の政治的トラブルに巻き込まれる。最も大きなものは ナイチンゲールの事例の認知に最前線であるクリミア半島が含まれていないことを盾にホール軍委長官がその活動を制限したことだった。最終的にはこの部分を修正した女王名による新たな事例が届くが、これは1856年の講和直前のことであった。1856年3月30日パリで平和条約が締結され、 4月29日にクリミア戦争が終結する。7月16日には病院の最後の患者が退院した。ナイチンゲイルは国民的英雄として祭り上げられることを心よく、思わず8月6日、スミスという偽名を使用して人知れず帰国した。帰国後の11月、ナイチンゲイルチームはバーリントンホテルに集結し、タロック大佐の国名な報告書を読みながら、 病院の状況分析を始める。数々の統計資料を作成し、改革のために作られた各種委員会に提出した。特に死亡原因ごとの死者の数を一目でわかるように、工夫した放射線上に伸びた数値軸上の値を線で結んだ多角形のグラフは、コウモリの翼や鳥の景観と呼ばれ、当時はまだ円グラフも棒グラフもなかった時代で有名になった。 これは今日ではクモのスチャートと呼ばれている。このためイギリスではナイチンゲールを統計学の先駆者としている。これによる改革は保険制度のみではなく陸軍全体の組織改革につながった。ナイチンゲールは1859年にイギリス王立統計学会の初の女性メンバーに選ばれ、後にはアメリカ統計学会の名誉メンバーに選ばれた。 ナイチンゲールは自分は広告塔となることを意図はなかった。しかし、あまりに広告塔として利用されたせいか、戦争終結後はむしろ有名人として扱われるのを嫌うようになる。それが講じて、遺言では、墓標にはイニシャル以外を記すことを許さなかった。ナイチンゲールのこうした態度に影響されてか否か、赤十字国際委員会の創設者の一人である。 アンディ・デュナンがナイチンゲールの活動を高く評価していたため委員会が傷病者や障害者または紛争や災害の犠牲者に対して偉大な勇気を持って献身的な活躍をした者や公衆衛生や看護教育の分野で顕著な活動あるいは創造的、先駆的貢献を果たした看護婦で50人以内に対して贈る記念賞に名前を残している。なお、 ナイチンゲールは、赤十字社活動には関わっておらず、むしろボランティアによる、救護団体の常時組織の設立には、真っ向から反対していた。これは、マザー・テレサと同様、構成員の自己犠牲のみに頼る援助活動は決して、長続きしないということを見抜いていたためである。この考えは、犠牲なき献身こそ、真の奉仕という有名な言葉にも現れている。そして、 法制員の奉仕の精神にも頼るが、経済的援助なしにはそれも無力であるという考え方があったからだと言われている。超人的な仕事ぶりと必要であれば、相手が誰であろうと直言を厭わない、果敢な姿勢により、交渉相手となる陸軍、政府関係者はナイチンゲールに敬意を示し、また恐れもした。オールドバー・リントン通りにあったナイチンゲールの住居圏事務所は関係者の間で、 敬意と揶揄の双方の意味を込めて、小陸軍省リトル・ウォー・オフィスとあだなされた。また、戦時中に作られた、ナイチンゲール基金が4万5千ポンドに達すると、聖闘マス病院の時に、心臓発作で倒れてしまい、その後は、慢性疲労症候群に由来すると考えられる、虚脱状態に悩まされた。死去するまでの、約五十年間はほとんどベッドの上で過ごし、 本の原稿や手紙を書くことが活動の柱となった。晩年は年老いた親の看病などに当たるが、1874年に父親が80歳で没し、1880年に母親が91歳で没した後は活動も少なくなり、1890年に姉が71歳で没し、以降はずっと自宅にいることが多くなった。一九百十年八月十三日に、 バーンレーンの自宅で静かに池を引き取った。死去にあたり、国葬を打診されたが遺族が辞退した。現在、聖トマス病院にナイチンゲール博物館がある。2007年、1890年に、ロンドンで老館に録音された肉声が、東京大学先端科学技術センターにより、公開された。1995年にブリティッシュメディカルジャーナルは、 D.A.B. ヤングのフローレンス・ナイチンゲール s フィーバーという論文を掲載。論文では、ナイチンゲールの症状はブルセラ病の慢性症状であったと診断している。英国名フェアのブループラーク・エンブリー・パーク。かつての一族の居住地だったナイチンゲール精子は、1893年、アメリカ合衆国ミシュガン州デトロイト市にある。 ハーパー病院のファーランド看護学校の校長リストラ、クレッター・プジンを委員長とする委員会でナイチンゲールの医業を称え作成されたものである。ナイチンゲールが考案した病院建築。病院覚え書きに図面入りで記されている。また、病院覚え書きには患者一人の療養空間としてふさわしい面積、ベッドの高さやベッドとベッドの間の距離についても、 理想的な計算値が述べられている。ナイチンゲール病棟は当時の聖をマス病院をはじめとして世界中の病院建築に取り込まれ実際の建物として現実的に機能した。看護え書きの他にも150ペンほどの膨大な量の著作を残している。著作のほとんどはナイチンゲール著作集に収録されている。その中の主要なものをあげる。ありがとうございます。